それがこの番組、日本テレビ系列で放送された月曜から夜更かしなのだ。改めまして、僕ずんだもん、二十歳ずんだもも、今回はこの月曜から夜更かしで爆発的な人気商品となったずんだシェイクの動画なのだ。ずんだシェイク、番組内でずんだシェイクを紹介してくれたのはマツコデラックスさん。マツコデラックスさん、仙台駅で飲んだずんだシェイクが超うまい、4杯も飲んだと大絶賛、ツイッターでトレンド入りするなど当時全国的にも話題となったのだ。マツコさんの熱烈な推しで日本全国へ広く知れ渡ったずんだシェイク、笹かまぼこ、牛タン、牡蠣、はらこ飯、そしてずんだ餅などと並ぶ宮城県を代表する名産品になったのだ。ずんだシェイク、マツコさんが飲んだ仙台駅には今いろんなタイプのずんだシェイクが売られていて、どれを飲むのか迷っちゃうほどなのだ。あれ？どうしたのだ？お店の名前が違うじゃん。よく気がついたのだ。一方はずんだ茶屋で、一方はずんだ茶寮なのだ。本当だ、違うじゃん。ずんだ茶屋を運営しているのはお茶のいげた菊水庵。ずんだ茶寮を運営しているのは花椒三千なのだ。それじゃあそれぞれのずんだシェイクが仙台駅ではどこで買えるのか詳しく案内するのだ。行ってみよう。仙台に着いたら待ちきれない、すぐに早速ずんだシェイクを飲みたいぞという人は仙台駅3階新幹線中央口改札の近くにあるずんだ小道へと向かうのだ。目の前にあるのが菊水庵ずんだ茶屋。菊水庵は仙台で有名なお茶屋さん、井桁が運営するお店なのだ。美味しいお菓子もたくさん売ってて、仙台サンドはおいしい、大人気のお土産なのだ。菊水庵ずんだ茶屋で売っているのはノーマルなずんだシェイクのぶずんだ、一番人気のずんだっちゃシェイク、その他にもたくさんずんだの商品があるのだ。そして今絶賛話題沸騰中なのが新感覚ドリンクのぶきくふくなのだ。のぶきくふく、食べるお茶をコンセプトに開発されたきくすやんオリジナルの菓子きくふく、これをさらに新感覚のドリンクにしたのが2022年4月に誕生したのぶきくふくなのだ。のむきくふく、のむ、ここでお土産とずんだシェイクをゲットして帰りの新幹線で飲むのもありなのだ。いいじゃん。この通りはずんだ小道、牛タン通り、寿司通りと呼ばれ、たくさんの名店が軒を連ねているのだ。すごいんだじゃん。菊水庵ずんだ茶屋の向かい側にはお土産どころ仙台があって、いろんなお土産がゲットできるのだ。もちろん萩の月や仙台サンドもあるのだ。よしゃ。菊水庵ずんだ茶屋の隣に並んでいるのはずんだ茶寮の仙台駅ずんだ小道店。ここで注意、左側は持ち帰り専用の購入場所で、右側はイートインスペース用なので間違わないようにしてほしいのだ。わかったじゃ。続いては仙台駅の西口にあるこのペデストリアンデッキから2階にあるずんだシェイクエクスプレスへ行ってみよう。ずんだシェイクエクスプレスを運営しているのは仙台に本社があるお菓子メーカー花椒三千。仙台土産の定番萩の月も好き。
会社なのだ。ここではずんだシェイク、ずんだシェイクエクセラ、そしてミニカップ入りのずんだもちくちが売られているのだ。ちなみにずんだシェイクエクスプレスの斜め向かいには観光情報センター、駅旅コンシェルジュがあって、旅のいろんな情報をゲットできるのだ。ショッピングセンター、ずんだシェイクが飲める3カ所目は
エスパル仙台の地下1階にあるのだ。ペデストリアンデッキから行くならこのエレベーターを使うとすぐなのだ。ところで仙台駅の西口バスターミナルはちょっと複雑で、1階には横断歩道や通行できる場所がないため、バスの行き先によっては2階のペデストリアンデッキを渡ってから1階のバス停へと降りなきゃならないのだ。そのためエレベーターの案内表示には2階のところにバス乗り場と書かれている、というわけなのだ。決してペデストリアンデッキの2階にバス停があるわけではないので、間違わないようにしてほしいのだ。気をつけてね。タクシーに乗る場合には2階のペデストリアンデッキを渡らず、タクシープールがある1階で降りてほしいのだ。積んだ車両エスパル仙台店に向かうには地下1階でエレベーターを降りて右へ曲がるのだ。地下には様々なお店があって、この出入り口を入って左側にあるのは駅地下お土産通り。いろんなお土産をゲットできるのだ。ゲット、もし3階にある新幹線中央口改札前のずんだショップが混雑していたら、地下にあるずんだ車両エスパル仙台店が比較的空いている可能性があるかもなので、時間に余裕があったらこちらまで足を運んでみるのもありなのだ。ここずんだ車両エスパル仙台店でもお土産を販売していて、イートインスペースもあるのだ。そうそう、仙台へは飛行機でやってくる人もいるよね。積んだ車両は仙台空港の2階にもあるのだ。あるんだじゃ。以上、紹介したように仙台駅の構内では見ていただいた3カ所で積んだシェイクが買えるのだ。レギュラーサイズの積んだシェイクならマツコさんじゃなくても2杯は飲めちゃうと思うので、飲み比べてみるのもありなのだ。おしゃ。ちなみに積んだもんと積んだシェイクの関係は、わあ、積んだもんと積んだシェイクの関係は、関係は次はあなたがレッツラゴー。